揚げるドーナツ、弾けるポップコーン、お寿司のブーケまで、ホットガイ、クールガイが何とかして食べ物を映画館に持ち込もうとする方法に注目です。大ヒット映画ホット対コールドのプレミアへようこそ。ここに2人の主役が来てますよ。私はこういう熱気には慣れていないもので、まあ有名になったらこんなもんでしょうか。これチケットです。どうして1枚しかないの？お腹にもう1人いるんだからチケット2枚ないと。この人意地悪すぎ。あー、私の好きな俳優さんたち、セルフィーチャンス、よーし、OK。 さあまた泣かないと。もう1枚買えなんてあまりにひどすぎる。お腹に赤ちゃんなんていないもん。ほんと彼は最悪。こちら特別にご用意いたしました。どうぞ。ありがとう。さあ入ろうか。通してくれる？すいませんね、食べ物は持ち込み禁止ですよ。何言ってんの、俺たち主役だよ。ポスター見りゃわかるでしょ。いやいや別人だって。じゃあこれならどうだ。このポスターはこうやって巻いちゃえばいいんだよ。ちょっとなんてことするんだ、最悪だな。これがチケット。食べ物はないから。 OK、 じゃあ入って。ミスターホット、トリックを使いましたね。ドーナツ生地をジュエリーの代わりにするとは。あとは揚げるだけ。うん、やっぱり美味しい。どう？このヘアスタイル。パスタを隠してるのよね。調理しないと。さあどうぞ。ガードマン、気がつきませんでした。ミスターホット、お湯持っていました。これで調理できます。ディナー付き映画ってやっぱりロマンティック。いいこと考えた。カップを持っていこう。チケットです。これは何ですか？カップ？空っぽの？小さい帽子にするだけだって。入るよ。ではこれからムービーマジックです。ママ聞こえてる？今映画館なんだ。ランチを届けてくれる？チキンがあるから今送るわね。ミスターホット、ママからのチキンです。冷凍チキン？一瞬でグリルチキンの出来上がり。やっぱりママの料理が一番。ねえママ、お水ちょうだい。ありがとう。コールドさん、これ私から。大ファンなんです。これは美味しそうなブーケだこと。いいセンスしてるね。ありがとう。チケットです。ちょっと変わったブーケですね。どうぞ。ねえ、ちょっとお寿司食べる？美味しそうな寿司ブーケだろ。さあいただきます。いいこと考えた。チョコレートをオスカー像にしちゃおう。入りますよ。私たち賞をいただいたんで。何の？チョコレート賞です。ダメダメ。おっと、ミスターホットが持ったのはまずかった。溶けちゃいました。これは本物だぞ。誰が信じるかって。チョコレートいただきだ。いったー、また詰めてもらわないと。
ミスターホット、今度は何をする気？このポップコーン隠して。チケットです。どうぞ。よし、ポップコーンを作ろう。ちょっと熱を加えるよ。いいかな。いやー、暑いなー。でも見て、ポップコーンが弾けてます。さあ、いただきましょう。うまくいくといいな。ベーコン持ち込み作戦。あー、緊張する。なんだか肉の匂いがするぞ。これには何が入ってる？ポップコーン？まあいいだろう。そうか、わかったぞ。この匂い、この服のフレッシュなら。うまくいった。じゃあ早速焼こう。よし、できた。ベーコン味のポップコーン。さあ、最高のホッケープレイヤーのお通りだ。どっちが勝つかな。オレオのパックは用意できてる。さあ、やってみな。このガードマンなかなかやるな。すべてキャッチしてます。ほら、口でもキャッチできるんだ。そんなのルール違反だ。私のゲームだぞ。誰がチャンピオンか分かったか？あのガードマンをギャフンと言わせてやろう。このチュッパチャップスを凍らせるんだ。それはロリポップ？ダメに決まってるでしょ。没収。なんだこれ、凍ってる。やった、今のうちに入るぞ。そのカップは？コーラ？ブー。まあ入っていいか。ブー。この映画怖そう。ねえ、そうだ、ナイスキャンディーちょうだい。分かった。ミスターコールド、ちょっと助けて。たった数秒でできたよ。フローズンコーラ。わー、さあどうぞ。これは一体何？ひどい。痛いじゃないか。いいこと考えた。医者でも呼んであげようか。これいいアイデアでしょ。さあ通して。僕が痛いこと分かってるでしょ。これただの襟でしょう。本当に痛いんだ。じゃあ入って。うまくいった。シャワールまでもいかが。
あなたのおかげですよ。お願いお願い、これくらい持ち込んでもいいでしょ。ダメだ。よし、ならプラン B だ。持ち込みを許可してくれたら、次の映画のセキュリティガードの役にしてあげる。さあどうする？もちろん OK。 映画スターになりたかったんだ。今すぐサインするよ。次回作はホット対コールド2、ガードマンへのリベンジ。何持ってんの？食べ物？よかったらいかが？映画館に何とか食べ物を持ち込もうとする彼ら、いかがでしたか？あなたなら何を試していますか？お寿司のブーケ、シャワルマのギブス、それともポップコーン？チャンネル登録といいね、そしてベルのクリックをお願いします。夫婦の面白い新着ビデオをお見逃しなく。